どうも皆さんお疲れ様です。シューシャです。おつーここコイカです。はい、ということで本日なんですけれども、プロ野球応援福袋50連引いていきたいと思います。ということで生放送の方で私シューシャは50連引いたんですけれども、まだイカちゃんの方が50連引いてないということで、今回の動画は50連引いていきたいと思います。喋り方よ、自分引かんからってめちゃ適当やまあそうなんですけど、そうなんですけどじゃないし、生放送の方で見てもらった方わかると思うんですけれども、念願の有原投手ゲットしたということで、あ本当にね、くれ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 言ってたら本当に当たるもんですね、本当に。じゃあ俺も今度からくれくれって言っていこうかな。はい、ということで、まあ前置きはこのくらいにして、今回はちゃんとイカちゃんが50連引いていきたいと思いますので、早速やっていきましょうか。まあ、早速ガチャ画面にはなるんですけれども、今回のガチャですね、20連目で S ランク1人確定、30連目50連目で自チーム S ランク選手1人確定という感じになっております。はい、今回は、まあ、ちょっと日ハムとかと迷ったんですけど、3回目まではソフトバンクで引いて、50連目は巨人で引こうかなと思ってます。早速やっていきましょうか。じゃあいきますね。10連目テレテー、それてるよね、大丈夫 OK ね。あでも待って、ここではい、じゃあ長押ししていくよ。はい、あ、しまった、願いを込めなさいっていうの忘れちゃったわいいってもう。そして全然もう、もう見てこの演出早投げろって言いようよ、もう終わりじゃん、もう B ランクしか出ないよ。止まるか、止まる、飛ばない、待って、 A ランク出るかな、大丈夫、おお出たとこ、いいね、ラッキー、自チームですね。 S ランク持ってるから限界突破で、おう、純平さん、そう、まあ、聞いてほしいんですけど、まあ、今日は会社の飲み会で、うん、パッて家着いた時に LINE 見るじゃん、そしたら、うん、今日ガチャ動画撮りますって書いてあるちょっと待って、俺の引くしかないのあれはどこにっていうまあ結局引くんですけどね。はい、20連目流れがすごいね。おここまあ S ランク確定なんで、あそうか、確定か、そうですよ、まあ、あ、おお来た、いいね。ちなみに私シューシャは20連で S ランク3枚引きしましたんでね。3枚ってすごいね。え、ちなみに誰が出たの？西武の平さんと、日本ハムの有原さんと、うん、もう一人誰だっけな、あんまり覚えてないんだけど。覚えとかんかい。大瀬川さん、いいね。同値狙いの称号で使いますね。うん、そうですね、まあ日本ハムじゃねえや、ソフトバンク自チームなんでね。おお、キッソン、これでかいな。はい、じゃあ最後確定いきます。はい、小川さんか、サイドスローですね。じゃあまずはホークスで引いていきますね、30確定は、はい、まあ欲しいところで言うと誰だろうな、うん、まあデスパイネさんとか、まあ、当たってない選手はとりあえず欲しいですね、うん、そうですね、まあイカちゃんね、間違ったけど、まあいい確定だからいいね。そうだね、確定だから、ゴルチケからイカちゃんね、千賀さん出してるんでね。そうもう千賀さんはいらないんだよ正直ミキサーだわ。そうだね、うん、おお、A ランク若槻さん、声優の人と結婚したはい、おお、いいですね。でも別にこの人同値とかもないしな。まあ安脇エキサイティング出るんでね。あそっか、じゃあ一応取っとこう。はい、じゃあ最後確定いきます。はい、みしょじ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 、おお、みしょじじゃん、かやま ER つけてね。よし、ほんとよかったね、これはでかい。よしでかいでかい、うん、これでまた純正が一歩成長しましたここからだよな、巨人がマジ沼なんだよな、ミキサーとかも含め、まあ、本当に40連目いきますね。はい、行きながら話しましょうおあまだか、 A ランクか、まだあんまりね、イカちゃん巨人と相性良くないからねそうもうあの時丸さん引いてから、そっから運悪くなったような巨人。そう、まあ丸さんまで、1回目の丸さんまで良かったんだけど、そっからね、うん、だいぶミキサーで沼っちゃってどっちかっていうと本当にソフトバンクの方が相性いいもんね。そう、うん、いや、ある意味自チームに恵まれてると思うけど、そういう意味じゃね、純正マジではかどるもん。うん、いいよね本当に。まあ俺あんま純正してないからね、何とも言えないんだけど、多いですね。ガンケル、よし、じゃあ最後、あ最後っていうか、まあ、A ランクかな多分。うん、はい、おいいじゃん、A ランクの引き強くね今回俺、うん、はい、じゃあということで50連目もう本当にみしょじが欲しい、みしょじ50連目いきますね。みしょじ本当にもう噛んだけども強行突破、はいはい、まあね、だって私がですね、有原さんくれくれと言い続けた結果当たったんでね、イカちゃんも言った方がいいよくれって、菅野じゃないわ、
一番は坂本さん、もう本当坂本さん、うん、坂本くれって言っとった方がいいよ。坂本さん、菅野さん、まあ、中川さん、うん、まあ、さっき言ったか、そういえば、うん、あんまりでも欲張りすぎると良くないぞ。でも最近さ、リアタイ頑張ってるから中川さんとかもね結構欲しいんだよね、うん、正直。そうだね、まあそういう意味じゃ当たりですよね。まあ、菅野さんもねコントロールついたからリアタイ的に結構面白い能力にはなってるんだよね。うん、なんでそういう意味でも、まあ、菅野さんもリアタイ的にちょっと向上したかなと思ってます。おお、うん、はい、じゃあ最後50連目いきます。はい、頼む。はい、ということで今回は福袋ガチャを引いてきたんですけれども、まあそれとは別でですね、私たちなんとこの度チャンネル登録者数が200人を突破することができました。ありがとうございます。ありがとうございます、本当にありがとうございます。まあこれからもですね、まあ、ガチャ動画だったり今始めてるリアタイの企画だったりですね、来週にはリアタイの大会もありますので、そうだね、もっともっとプロスピ自体が盛り上がるように僕たちのチャンネルも盛り上げていけるように頑張りたいなと思ってますので、これからもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今回はこんな感じで終わりたいと思いますけど、最後言うことありますか？みんなありがとう。バイバイ。バイビー。